自閉症など発達障害の一因は農薬、新農薬、ネオニコチドイドの危険性でございます。黒田先生は1943年東京都のご出身で、東京大学農学部農芸科学科卒業後、ロンドン大学留学、ロンドンの自閉症研究のメッカの精神研究所で脳の研究をされ、東京大学で学位取得され、東京都神経科学総合研究所三次研究員などを経て、現在環境脳神経科学情報センター代表されています。著書に発達障害の原因と発症メカニズムがございます。本日ロビーの書籍コーナーにもございますので、こちらもご覧くださいませ。それでは黒田先生、よろしくお願いいたします。私もポジティブ思考っていうのは大事だと思いますけど、世の中はこうポジティブに考えてる時代じゃないような気がします。私の嫁はあと5年か10年か分かりませんけど、なんか日本は大変危機的な状態になってるような気がします。でどうしてそうかっていう話をさせていただきます。で評価こういうところに言ってくださった大杉先生とか、総合医学会の関係者の皆様に、委員の皆様にお願いします。で、はい、出ました。大学の方は次お願いします。時間があれしてますから話しますけど、実は黒田ってのはなんか変なのが来たっていうような方が多いと思いますので、どんな人間かちょっとご紹介しますと、子供の頃から昆虫採集が大好きでした。ですから蝶々の採集なんかで東京の近くでよく採集したんですけど、タガメっていう昆虫がいます。僕は蝶が好きでしたけど、昆虫一般は知ってますから、あんな大きな昆虫は実は東京の郊外では僕が子供の頃には山ほどいました。ところが先々週だったか NHK の「ダーウィンが来た」っていう有名な自然番組でタガメのことが出たんですけど、多分確か島根県の山奥かなんかのところじゃないとタガメは撮影できないっていう状態です。これはやっぱりおかしな状態で、どうしてそんなことが起こったのかっていうのに、番組のスタッフは当然知ってて、農薬のせいでタガメが減ったとはっきり言いました。やっぱりね、農薬っていうのは昆虫、液中にも毒ですけど、害虫にも毒ですけど、液中もどんどん殺しちゃいます。だからテントウムシとかいろんな虫もみんなクモとかみんな死んじゃいます。それどころか小魚、メダカとか、だからカエルもみんな死んじゃいます。だからほとんど東京の周りの田んぼでは生き物はほとんどいません、農薬使ってますから。でなぜそうなのかっていう話を今日します。で実はね、こんなことはあまり書きたくないんですけれども、大学では農芸科学というのを専攻しました。農芸科学とはご存知かどうか知りませんけど、農薬を作る側です。要するに どうしたらいい農薬ができるかっていうことを勉強しました。で農薬学っていうのがありましたから、昔ちょっと引っ越しの前に農業とか久しぶりにそういうのが出てきたんで珍しく出てたんですけれども、それを見るといかにいい農薬を作るかっていう有機化学の合成化学っていうのは教えたんですけど、農薬が毒だとは一つも言いませんでした。要するに今農薬を作ってる人たちはその子孫ですから、もう農薬が毒だと思ってないんですよ。いやそれは僕はどうして農薬の人が全然農薬が毒だと思わないのかっていうのは自分のノート見てはっきり分かりました。
やっぱり農薬に責任がある人たちが医学のことなんか全く知らない農薬会社に入ってますから、ですから農薬が独り得だなんてちっとも思わないわけです。で、昆虫が死ねばいいわけですから農薬は売れると、そういうわけです。次お願いします。次は何か待ってください。で大学院では実は DNA を研究したんです。で、皆さん DNA が大事だってことはよくお通じかもしれませんけど、でも自分でやってて分かったんですけど、 DNA だけでは人間が分からない。それはDNA、 あんな単純な分子のことさえ勉強すれば人間が分からないっていうのは、もう医療関係者も多い学会ですから言いますけど、すぐ分かると思います。で、何が分かれば人間が分かるかっていうと、さっきもちょっとお話がありましたけど、脳です。やっぱり人の脳っていうのは非常に複雑精緻にできてまして、私は複雑精緻な科学機械だから環境化物質が弱いんだって言いますけれども、非常に複雑です。まあ AI と勝つかどうかはなかなか難しい問題ですけど。で、ロンドンに留学しました。で、ロンドンに留学するってことは結構割合運が良くて、私は非常に若い大学に出てすぐ行けたんですけど、あと医学部の先生は35歳で揃いも揃って35歳で留学された。要するに35歳ぐらいで留学すると英語はそんなうまくなりません。それから奥様ご同伴の方が多かったんで英語を使う機会が少なかった。私はチョンガーでしたから英語を喋らざるを得ないんで、すぐ英語がうまくなりました。で、英語がうまくなっただけじゃなくて、精神医学的、今ちょっとご紹介ありましたけど、ここにはね、ラターっていう有名な、自閉症の研究者が知ってる名前なんですけど、人がいて、それまで自閉症、親の育て方が悪いとか、かなりこう文学的な意味でいろいろ悪い、いい悪いを言ってたと。で、ラターっていう人が初めて、自閉症とか発達障害っていうのは、脳の異常なんだ、気質異常なんだってことをはっきり言った。で、私はだから非常にいいところに留学してたわけで、で、このついでですけど、ここの留学者、日本人の中に今カリスマ的精神医者医学っていう面白い先生もいて、大変面白かったんですけど、それまでの精神医学を批判して、で、でも私は DNA 研究してましたから、そこで初めて脳の研究をして、で、そこで研究してたから、その時ちょうどこういう研究所ができたんです、東京に。身延統制でしたから、お金がありましたから、医学系の研究所をたくさん作ったんで、東京都神経科学総合研究所、総合は総合医学会っていうのはなんとなく親しみがあるんです、ね、ちょっと字が違いますけど、要するに物事を総合的に考えなきゃいけないんだってとか共通してます。で、その時の医学でもやっぱり脳は総合的に研究しなきゃいけないでっていう人たちがこの研究所を作ってくれて、で、僕はちょうどイギリスから帰ってきてすぐ入れてもらったという非常にラッキーだったと思います、私は。で、そこで何やったかというと、人の記憶とか学習など脳の工事機能っていうんですけど、工事機能っていうのは人間が人間らしいことです。ですから非常に高いレベルの機能、要するに手を動かすとか足を動かすっていうのは、定時っていうのは大事なんですけど、でも人間らしい判断とか思考とか言語とか、そういうことを人がどうやってんだか、脳の中でどうやってやってるのかということをやりました。それを分子細胞レベルでやって、で、そういう方はまだほとんど日本でいなかったんですね。ですからもう向かうところ敵なしっていうわけでもないんですけど、やってる方が少なかったから、東大で学位をもらえたということです。で、記憶とか学習のことをやってると、そうするとかなり若い時にもう声がかかって、東大の先生から、これから国でアルツハイマーが大変だから、アルツハイマーの研究班たちからお前入れって入れて、で、ごくごく初期から背任でアルツハイマーをやりました。だから記憶をやってたのが運が良くて、記憶だからアルツハイマー、記憶障害っていうのはアルツハイマーですから、ですからアルツハイマーをやったんです。それでこれで随分お金をいただいて一生懸命研究して、実は本も 2冊書かせてもらいました。ボケの原因を探るアルツハイマー、これ中古でもアマゾンで1円で売ってますから要するに、ね、養老さんって友達なんですけど、彼も嘘を言ってたけど、古本が1円なのは重宝なの、要するに古本が1円になるほどたくさん売れたから、古本業界では安いんだということを言ってました。それは養老さんの強いことですけど、で、
で、あの、それ、アルツハイマー病でちょっとお買いになっていただきたいのは、あの、まあ、ここ大阪ですからお気づきください。2、3日前の夕刊に実は私の名前が出てます。アルツハイマー病関係で。あの、実はアルミが良くないんですけど、その記事にはなかったんですけど、あの、記者の人には説明したんですけど、抜かされちゃったんですけど、あの、アルミが危ないって言っても、まあ、一般的に例えば水道水なんかちゃんと、あの、注意してますし、それから食品の中のコンタミンもまあいろいろ問題があるみたいなんですけど、まあ、まあまあなんですけど、一番危ないと思うのはアウキのアルミ鍋です。で、これはもうアルツハイマー病に詳しく書いてありますからご覧になっていただくといいんですけど、あの、不思議なことにですね、私がアルツハイマー病を研究した時はアルツハイマー病アルミだって言われてたんですよ。その時の東大教授とか京大教授とかみんなそう言ってました。で、私もそうだと思ってアルミ理屈が通ってましたからアルミをやったんですけど、いつの間にかなんかアルミ業界の反対で潰されました。で、僕はだから農薬が危ないって言った時、農薬会社が潰そうとしてるのはよくわかります。で、あの、そういうことがありましたんで、あの、アルツハイマー病の最後の章にですね、あの、読んでいただきますけど、実は発達障害のことを書きました。ちょうどあの、記憶と学習っていう題で、まあ、このくらいは集まっていらっしゃったと思いますけど、あの、地方自治体がなんか勉強会っていうのをやっていて、で、東京都の公的研究所ですから、まあ、よそ行って一般の人に話すのは奨励されたんで、あの、受けて話したんですね。で、こういう、あの、会が終わって、で、質問ありませんかって言って、まともな質問が出て、それに答えて帰ろうと思ったら、あの、若いお母さんがポジトで来てきて、で、何て言ったかって思うと、私の子供は学校で学習障害だって言われたって言うんですよ。で、僕は驚きました。あの、学習障害っていうのはアメリカでその頃流行ってて、アメリカの論文にはどんどん出てたんですけれども、日本に起こってるとは思わなかったんですね。で、あの、日本でも学習障害が起こってるっていうんで、あの、慌てて、あの、ちょうど学芸大員にいらっしゃった、まあ、文化系の方なんですけど、上野先生っていう有名な先生がいて、上野先生と研究所がたぶん、まあ、学芸大学が小金井にありますから、私の国分寺ですから近かったんで行ったら、いや、黒田さん大変だよと。 LD が日本でじゃんじゃん増えてきて、 LD 親の会っていうのを作って、LSD っていうのは学習障害ですけど、で、あ、それでアルツハイマーの最後に、まあ、アルツハイマー病も問題だけど発達障害はもっと問題じゃないですかっていう章を書かせてもらいました。編集者の人は最後は反対しましたけどね。あの、アルツハイマー病の本に子供の話を書くなんて黒田さんだけだった、まあ、あの頃から、あの、おかしかったんです。で、あの、おかしかったっていう言い方は、あの、これを見て分かったんですけど、あの、大変いい話が書いてある。総合医学会ってのはどうしてできたのか。で、異端と正常、あ、正当、正形って書いてある。で、この学会もなんか正形の方と異端の方が一緒に話す会みたいな感じで、とってもいい、日本の今では大変重要な学会だと思います。で、去年実は東京の会議を出していただいて、知ってるからでいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱり、あの、現代、ここに書いてあるんですけど、現代医学の功罪って書いてあるんです。あの、現代医学が絶対悪いってわけじゃなくて、いいとこもたくさんあって、いいこともあったんだけど、実は反面裏の罪の分もあったと、そういうことです。だから、この学会っていうのはそういう意味で清濁を合わせ飲むっていうところもあると思いますけど、あの現代医学の欠点を補うところからだと私は思っています。で、あの、この経歴を見ていただく分かるように、実は結構国からは正当な現代医学の後継者ということで、ちょうどこの象徴的なのは、あの、研究費随分アルツハイマーの中でいただいて、研究費に困ることなかったんですけど、あの、ちょうど定年近くなって1994年から5年間定年をまたいで、国の大型プロジェクト研究っていうのがあって、あの頃日本はお金がありましたから、あの、科学技術振興しなきゃいけないということで、で、莫大なお金が出たんです。その一部が私にも回ってきて、うん、億円ということであって、で、まあ、農薬だ、まあ、趣旨は農薬などの環境を科学と脳の発達障害の関係を調べろということで、5年間、うん、億円で、まあ、ここにいらっしゃるお年寄りの方は、まあ、税額によりますけど1円か10円ぐらい私の研究費に寄付していただいております。
で、それはだからここにいるのはまあそのお返しのようなものですね。そういうことです。で、詳しい話は実はとっても厄介です。大変人の脳自体が複雑ですし、前の演者の方はとっても簡単に説明してくださいましたけど、あんなもんじゃないんです。で、それを全体的に書くのはとっても一冊本いるんですけど、発達障害の原因の一章はそれに当てました。要するに脳のことが分かっていただかないと私の話は分かっていただけない、本当にはね。で、一章をなるべく一冊書きましたから、まあこの本はここにも出てくださってるんですけど、 Amazon ですぐ買えますので、お買い取れて一体書くと助かります。それから私の小6にも書いてありますけど、事務局がとってもいい方で、この本は2014年に出してるんですけど、もう3年経ってます。そして新しい情報があります。それを今年の1月に岩波書店から同じ岩波書店から出てる科学っていうところが書かせてくれたんで、その PDF の権利を僕は買いましたので、ですから拡散自由ですから、事務局にメールしていただければ、送るのはほとんどメールの良さだったらタダです。ですから皆さんタダで情報が手に入ります。で、教習の方はたくさんいらっしゃって、まあ、脳のことをよくご存知の方から脳なんてよう知らんっていう方までいると思うんで、一番上の方の脳のことをよく知ってる方はこの本とか科学の PDF を読んで、で、まあ、難しい話のスライドは入ってますけど、なんとなく現代科学の悪い癖ですけれども、医学界っていう名がつくとエビデンスベースといって証拠がないと、証拠の論文を、この本の自慢は普通一般書には文献を引用しないんです。要するに何々だって私が言った時、その証拠はこういう論文がありますよっていうのは、まあ煩雑だから一般書には論文を全部引用してるっていうのはありませんけど、ほとんどのことが引用されてますから、だからあいつの言ってること本当かどうかっていうのを確かめようっていう方がいらっしゃったら、この本買ってその担当のところの引用文献をお読みになると、分かると思います。ただ英語の論文が多いですからあんまりお勧めはしませんけど、次お願いします。で、発達障害のことを簡単にご説明しますと、発達障害って言っても実はかなり広い問題を扱っていると私は思います。で、一般によく切れやすいとか引きこもるとかいう人まで僕は含めようと思います。そうすると脳の働きに異常があるっていうところでは似てます。で、それが最近非常に増えている。まあ切れやすいとか引きこもりとかなんていうのはもう前世紀の末ぐらいからいろいろ新聞記事になってますけどね。で、大体3つあります。第1番に自閉症するんです。ポイントありますか。はい、1番目には自閉症スペクトラム。昔は簡単に自閉症とか言ったんですけど、最近はアスペルガー症候群、この名前を皆さん結構ご存知だと思いますけど、自閉症スペクトラムのまあいい方っていうか、障害って書いてはいけないって怒る方もいるんですよ、もちろん。でもね、なかなか難しいんです。で、障害だけど異常があるって書いて私は書くことにほぼしてるんですけど、異常があるってことは正常と違う方です。で、正常と違うのは日本では悪い方しか考えないんですけど、この発達障害の場合はいい場合なんですね。ですからアスペルガーになるとアスペルガーになった部分の悪い方を補うように脳の一部が異常に発達して、頭が良くなるっていう言い方あれですけど、知的機能が上がることがあって、それから現実的機能とかなんか上がることがあって、それをまあアスペルガーっていう人が見つけたっていうか、まあそれを含んだ症例を報告したっていうのが正確ですけど、アスペルガーって言ってました。で、これも実はアスペルガーっていうドイツの人が言ったんだよっていうのが、先ほどのロンドンの精神学研究所がの方が出した。ですからあそこは大体自閉症の研究のメッカっていうことになってるのは、まあ、そんなこともあります。要するにアスペルガーっていう人はドイツ人ですから、ドイツ語で論文書いたんですけど、全然世界に広まる。
で日本でもいろんないいことをたくさんやってる方がいるんですけど、日本語で論文書く方が多くて、でまあこの総合医学会でも結構いい話がたくさんあるんじゃないかと思うんですけど、あのできるだけ英文でどっかに出して、今あのオープンアクセスって言ってコンピューターさえあれば世界中で見れるあの雑誌がいくらでもありますから、あの結構お出しになります。だからあの英文書けなければ日本語を渡して翻訳してる人にくれるあのところがありますし、それからそれを直してくれるところがありますし、ですからあのいい仕事をなさっている方もこの学会でいらっしゃると思うんで、あの我こそはと思う方は英文で出された方がいいと思います。要するに日本はあの日本語っていうのは非常にマイナーな言語で、あのハンデになってます、やっぱり学問の上では。次お願いします。あ、次じゃないよ。次は注意欠如多動性障害で、これは ADHD と言います。こっちの方がポピュラーですけど、欠如って言ったら血管がいけないって言って欠如したんですけど、まあこういう直し方はいけませんね。あの女中さんがいけないからお手伝いさんに変わって変えたんだっていうような話とちょっと似てますけど、これはどんなことかっていうと、注意力、あ、前のやつ忘れました。アスペルガーあの欠如というのは、まあ、ご存知の方多いと思いますけど、他人とのコミュニケーションが苦手だと。それから情動行動、手をひらひらした、それからあの感覚異常が、これも最近入った。で注意欠如多動性障害は、まあ、高注意力散漫で落ち着きがなく動き回る。でね、あの昔はいなかったんですよね。僕は小学校時代を思い出しても、まず ADHD の典型的な ADHD はいませんでした。要するに授業中走り回る子なんか絶対いない。だからね、あの私分かったのは、私の娘が小学校の時に不計算館というのがあって、あの武蔵野市に住んでるんですけど、武蔵野市は厳しくて、不計会っていうと母親だけが来る、だから父親しか来ちゃいけない会を作る。で私もまあ連れ合いに怒られまして、あんた研究ばっかりやってて娘の面倒見ないから、たまにはちょっと行きなさいって、まあ仕事休んで行った。いや、行ってよかったような気もします。要するにクラスの現実が分かる。なんと父兄が父親だけですよ、脇にこう立って並んでるんですよね。そこで授業をやってるんですけど、あの子供が 2,3 人歩き回ってるんです、授業中に。で先生の言うことなんか聞いてない。だからね、娘に聞いたら、あの子はああなんだよって。まあ先生も慣れてるのか、まああの時はそうするにしょうがなかったんでしょうね。でさすがにその辺のことは文部科学省が気がついて、学校のことはみんな文部科学省に習って、あ、もう一つついでに言い忘れてましたけど、学習障害、さっき言った LD っていうのがあって、昔はこれを含めて教育界では LD って言ってたんですけど、医学的にはこういうふうに見てるわけです。でこれもとっても信じられないぐらい変なんですけど、脳っていうのはとっても分業が成り立ってて、読み書きとか算数だけがうまくできないっていうような症例があるんです。こんなの実際あるかっていうんですけど、あります。まあいろんな何とか障害っていうのはたくさんあります。でさすがに教育現場が困ったんですね。で ADHD の子がいると教室の中が子供がどんどん歩き回っちゃって授業は成り立たない。で学級崩壊っていうのが起こって、で文部省はさすがにこれは大変だっていうことで調査をやった。これアンケート調査なんですけど、その時の調査で発達障害と思われる子が 6.3% いますけど、今では専門の児童精神科医の噂ですけれども、小学校の1クラスのうち 10% 以上が発達障害です。で要するに子供が今日本というのは少子化でどんどん減ってます。でせっかく生まれて育って小学校まで行くようになっても 10% は頭にちょっと異常がある。これはまあ由々しき事態で、いやこういうことを本当に気がつかないのは現代医学の罪ですね。やっぱり総合医学的に全部見ないとこういうやつが抜けちゃうんですよ。こういう、要するにこの発達障害っていうのは大体実はこれもあれなんですけど、精神科と神経内科の担当の、またこれは日本っておかしいんですけど、自閉症は精神科、注意欠陥多動性障害は神経内科という。で神経内科のトップの人が友達なんですけど、黒田さんがいいよ言いたいこと言ってっていうか、彼は自閉症のことは何にも言っちゃいけないんです。
あの神経内科だから精神科の領分を犯したと。でまあそういう変な社会です。日本の現代科学っていうのもあのいい面もあるんですけど、裏を見るとまあまあ金環色っていう言い方ありますけど、中身は真っ黒っていうところもあります。次お願いします。 あとまあこれ大事です。で、あの2002年にアンケート調査したら全学度 6.3%、 現在は 10% 以上が発達障害の疑い。で、丁寧に見るとあの自閉症は約 2.6%、 これは重要なんですけど、一般のクラスで 2.6%、 あの自閉症が重いともうすぐ分かっちゃって特別支援学級行きなさいとか通級にしなさいとか言うんですけど、一般学級にもまだ診断が不十分で 2.6% ぐらい残ってる。だからこういうふうにあの診断されないとその放置されてる子どもがいるんですよ。でこういうこともよくわかるんですけど、あの僕が小学校の時もいじめがありました。でどういう人がいじめられたかというのは僕なりにわかるんですけど、ちょっと他の人と変わってる人が大体いじめられました。まあ私がいじめに加わった方じゃなかったんですけど、でそういうことはわかります。だからあの発達障害の人はなんとなくおかしいところがあるんですよね。そうすると子どもは敏感ですから差別する。で、あいつはちょっとおかしいとか言っていじめられる。で、だからあの自閉症の人がいじめられやすいってことはよくわかります。で、これはまあ非常に短く言うと、あの発達障害ってどういうことかっていうと、脳の発達の途中である神経回路だけが障害され、特定の行動だけがうまくできない。で、他は正常。これが非常に重要です。要するに、あのここにたくさんいらっしゃいますけど、多分僕なんかは専門医療もないですから、あの全然わかりません。皆さんの中に自閉症気味の人がいるのかなんていうのか全然わかりません。で、あの他は正常ですから普通の人と一見変わらない人なんです。だから学校の先生も単純にちょっとおかしいから発達障害じゃないかっていうようなことは言えますけど、確定的にあなたは自閉症です、あなたは ADHD っていうことは学校の先生は言いません。ただ学校の先生が言えないだけじゃなくて、実は専門科医である精神科医ですらほとんどちゃんと言えません。これはあの精神科医が悪いって言ってなくて、受けた病気が悪いのと非常に難しい病気なんで、あの区分けが非常に難しいです。あの相手が複雑です。まあそういう話も分かるスライドもありますけれども、でどうしてかというと子供ごとに症状が多様なんですね。だから典型的なあの自閉症の子もいますけど、 ADHD の子もいればいろいろあって、それでこれが重要なんですけど、個性との連続性があり診断が線引きとなり困難で、あの皆さん個性ありますよね。まあ、私も小学校の時個性が強すぎるって言いましたけど、まああの時は発達障害って言葉がなかったからおかしいんじゃないかとか言う代わりに個性が強い、まあ聞こえがいいですね。で、あの線引きをしなくせざるを得ないんで、そうするとどういうことかっていうと、あのこれを自閉症が一般学級にも 2.6% っているっていう、まあ、厚生省の専門研究所の部長さんっていうか発達障害の専門の方が言い出したことなんですけど、診断基準以下の症状の子どもが放置されてるんです。要するに学校の先生も発達障害だって分かれば特別支援学級行きなさいと言えます。だけど医者が診断しなければしたら親が怒ります。いや、それからまあこれも親の気持ちも分かりますけど、自分の子が発達障害だから特別支援学級行きなさいって言って私なんかは認めますけど、頭に来る親の方もいると思いますね。うちの子に限ってそのことはない。大体あの他は正常なんですから、うちの子はまともな子供だ、まあ、まあ親の欲目もあると思いますけど、ちょっと長くなります。次お願いします。あ、で日本だけじゃなくてカリフォルニアでも増えています。でこんなに増えてると、あのこれは絶対にあの子供を精神科医に見せないから、あの見せる人が増えたから増えたんだっていうのが否定されています、論文的に。次はね、こんなにあのやってます。でこれが重要なスライドなんですけど、あの PDF をお取りになると実物がありますから、あのノートを取らなくてもいいですけど、あの私たちのような専門家を見ると、まあ、全部ちょっとずつおかしいとか言ってる。例えば自閉症が
初め2万人だったのが8万人。それから専門家が見ると驚くのは、毎年ちゃんと増えてるんですよ。こういうことは実はあんまりないんです。病気でももちろん凸凹があるのが普通で、でこんなに着実に増えてるのは着実に悪いことが起こってると。で僕なんか特に心配なのは、記憶やってますから、記憶とか学習やってますから、この灰色のところです。これは何かというと知的障害で、これはね、他の発達障害とは違う。発達障害とは大体言いません。知的障害があれば知的障害と診断するんだと。発達障害は軽いですから、どっちかというと知的障害と発達障害が両方あれば知的障害の方を取ります。で知的障害っていうのは、まあ私たちでもある程度判断できるが簡単です。 IQ 調べが70以下は知的障害だと決まってます。ですから IQ っていうのもこの頃進歩してますから、そんなめちゃくちゃな値は出ませんから、子どもさん の IQ テストをして70以下だと知的障害だというふうに診断します。そうするとこのデータだけは診断の難しさとは関係なく大変確かなデータで、知的障害がこんなに増えて、初め5万7000人って言ったのが26年で9万4千人。これも異常事態です。要するに日本人の脳の質が下がってると、頭が悪くなってると、はっきり言う。でこういう大事なことをなぜ文科省が隠してたかというと、まあ隠したかったのかもしれませんが、日本は、ね、悪いことは何となく隠すっていう悪い習慣があって、でどうしてこんなことが私が手に入るように出たのか。文部省に発達支援関係の本会国会の資料があって、もう毎年出てたんです。ただそれが一般の人には見えないようなんです。ところが昨年ですね、財務省が小学校とか中学校の先生の定員を減らそうとした。それでは文科省がカンカンだと怒って、今発達障害で大変なのにこれ以上先生の数を減らされたら大変だと言って、ならぶち負けるぞって言って全部公表しちゃった。でさすがにこれを見たら財務省も先生を減らすとはやめます、発達障害で確か600人か800人先生を増員しますということになって、まあその面では珍しい珍しいなんですけど、この事実は変わってません。で次お願いします。これはさっきの特別支援のところに通っている人ですね。もう一つ、一般にはいるけれど、一般学級にいるけど先ほど言った通級によって指導を受けている児童生徒、これもやっぱりですね、いろんなやつが着実に増えてます。あるものだけが増えてんじゃなくて、みんな平均に増えてます。注意欠陥とか ADHD とか学習障害、自閉症、情緒障害、難聴症で、やっぱり言語障害っていうのもかなり増え、かなりじゃないけど一応増える傾向があります。でこういうのを見ると、これは症状別じゃないなというような感じがします。で脳の研究やってると、こういうふうに一つの障害っていうのを細かく分けて分析するやり方、これは西洋由来 の近代科学です。要するに分割して分析すればはっきり分かる、まあそういう面もあるんですけど、その欠点ですね。だからこういうふうに全体的に起こってる、脳がちょっとおかしくなってるっていうことをまとめて説明できる。だから研究する人は ADHD を、自閉症を研究する、ADHD を研究するっていうふうに分割されちゃう。で、それは大変困ったことです。次お願いします。で、これはさっき の一般のクラスを調べたデータですけど、まあ説明しません。本を読んでください。次お願いします。で、この増加の原因は何か。1番目のさっき のカルフォルニアのデータで遺伝要因でないってことはすぐ分かります。だって遺伝子が変わってたら日本人全体が集団で一度に変わるっていうことには数百年から数千年かかります。これは進化にあたる過程で、人の脳っていうのはそんな簡単に進化するものじゃないですから、先ほどかなり楽観的な話がありますけど、あんまり私は楽観的じゃないです。そのようなよくなる可能性はない。どっちかっていうと化学物質、精密な化学機械なんで化学物質でやられる方が多くて、だからAI に勝つより先に AI より先に潰れちゃうと。 AI は機械ですから化学物質には強いですから、強いかどうか分かりませんけど、まあ比較的強いですから。でもっと大変なのは AI っていうのは、ね、教え込めば
いくらでも別科学習します。ところが人の脳っていうのは全部生まれた時はサラですから、だって日本に生まれたから日本語が喋るんで、イギリス人、例えばまあニュートンでもいいですけど、ニュートンは天才だって言われてますけど、日本に生まれたら日本語しか喋れません。イギリスに生まれたから英語が喋れるんで、要するに我々の脳っていうのは生まれた時は全部サラです。全く何も入ってない。それを今我々が日常生活になるまで知識を蓄えるのには教育が重要です。ところが今まで、まあ、よくわかりますように、今までの知識っていうのはどん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 増えるばっかりです。で、教育が追いついてないんです。例えば脳の知識っていうのは猛烈に増えてるんですけど、小中学校とか高校、大学、医学部でもほとんどフォローしてません、ね、ですから前と同じ脳が自動的にできるのがいいですけど、脳っていうのは大体発達する自体がうまくいかないのに、それを再生するっていうか複製することがうまくいかない。だから大人の脳がちゃんとできない。で、そのためには教育を徹底的にあと5年10年20年やらないといけないんですけど、まさか30になって大学を30までにしても多分ダメだと思いますね。再現がないですから。ですからこういうふうに人の脳っていうのはいろいろ限界があります。要するに現代医学に限界があったように、あるいは西洋科学主義に限界があったように、人の脳には限界があるってことを覚えてください。決して人の脳っていうのは過疎的ですけど、いい方にだけで動くわけじゃないです。ないです。ですから悪い方にも絶対動きます。で、それは悪い方は得てして無視される。嫌なことをみんな考えたくないっていう、それも人の脳ですから。ですからどうしても無視されてで、今の日本の状態というのはまさにそういう状態です。要するに茹でガエルって話がありますよね。鍋にカエルを入れて茹でていくと、初めのうちはカエルは平気だ、こうしてるんです。ちょっとぐらい温度が上がる、こんなのはちょっとだから平気だ。で、何が起こるかっていうと、当然茹でられて死んじゃうわけです。日本人はなんとなく茹でガエル言ってると思います。次お願いします。で、遺伝じゃないっていうことを示すのがこのスライドなんですけど、まあ、こんなのは無視していいんですけど、要するにここに遺伝が原因で発達障害になるなら原因の遺伝子があるだろうっていうんで、今までそういう研究方法で成功した治った病気、治ったというか原因が分かった病気があります。遺伝性の病気っていうんで、どこどこのこの遺伝子がおかしいからこの病気になったって。で、それが効くかと思って一生懸命ものすごいお金を使ってアメリカなりヨーロッパでやったんですけど、原因で本当の一つの遺伝子で自閉症になるって遺伝子は見つからなくて、関連遺伝子って、まあこれはぼんやりした言い方ですけど、リレーテッドの略なんですけど、で、自閉症になった人の遺伝子が他の平常な人とちょっとどっか変わってる人があれば、変わった遺伝子を全部上げちゃったんですね。で、上げることをまああんまり意味がないと思うんですけど、まあかっこよく関連遺伝子を見つけたと言って、まあよく日本では自閉症の遺伝子を見つけたって言って、もう誤報だらけ、何十報があって、で、否定した報道はなかったです。前方で何とかって遺伝子が見つけた、自閉症に原因だって分かったっていう記事は日本でマスコミに出ましたけど、前出した遺伝子が間違いだって記事は一回も出ません。これも日本のマスコミも悪い癖で、要するに非常に不正で、いい加減な話がたくさん出ます。だから取り消しがないですから。で、これを見て分かるのは、専門家ならすぐ分かるんですけど、全部シナプス関係です。で、これを見ると、あ、自閉症っていうのはシナプスに関係するんだと、まあ専門家はそう思います。次お願いします。で、これが厄介なところなんですけど、遺伝じゃなければ環境だっていうことになりますけど、心理学の基本原理ですね、遺伝か環境かです。まあ遺伝と環境の相互作用っていうのがまあ定説ですけど、そうすると遺伝じゃなければこの50年で劇的に変化した環境要因だと、そうするといろんな神経毒性を持つ化学物質がたくさん上がってきました。例えば分かりやすいのは薬 で、ディップの方が飲んだバルプロ酸とかサリゾマイドで自閉症ができた。
で、こういうのはいいんですよね。暴露量が分かる。で、いつ飲んだかも分かる。だから、妊娠の初期に、まあ、トロサを飲んだ人、あるいはアサリボタを飲んだ人は、自閉症の子供が生まれる。それもまたね、100% 生まれたなら大問題になったんですけど、100% 生まれたわけじゃないんです。飲んでた お母さんもいたけど、正常な、ま、運が良くて正常な子供が生まれて、そのお母さんは黙ってますから、全然何もない。で、運の悪い方は生まれちゃった。で、その時、じゃあ妊娠の時バルボロさん飲んでましたねって言うと、本人が知らなくても処方箋に書いてありますからはっきり分かっちゃう。それでバルプロ酸とかサリドバイトが原因だ。それからもう昔からそうですけど、鉛とか水、まあ、ローマ帝国が滅びたのは鉛に入るんだという説がありますけど、大体歴代のもう上流階級でだんだん頭がおかしくなる、まあ、国のつぶり方の一つのタイプです。それから皆様によくご存じの残留性の有機汚染、PCB とかダイオキシンとか有機塩化水素とか DDT とかがそうですけど、それから、まあ、環境ホルモン懸念物質、ビスフェネルとか使うんです。それから今日お話しする農薬とか殺虫剤、有機連携の物質で、あと、まあ、これも厄介な話なんで、まあ、これはあまり研究が進めません。大気汚染物質、まあ、PM2.5 が最近どうやら問題になって、こういうのにはどうも水銀とか殺虫剤などが検出されることが多いっていうんで、あんまりちょっと心配だったんです。で、まあ皆さんも、まあ、実際から言わなきゃいけないんですけど、出産前後のトラブル、早産とか低体で、これは早産とか低体重っていうのは喫煙や有機化学物質暴露によっても起こるんですけど、喫煙の時にアメリカはなぜ喫煙が悪いのかっていうんで大論争になって、医学界を二分する、いや二分もしなかったんですけど、ニコチンが危ないっていう論文が出た時に、タバコ会社はどうやるかっていうと、金をたくさんやって研究者にタバコは、例えばタバコを吸うとアルツハイマー病になりにくいっていう、これは医学論文で実は間違ってたことが分かったんですけど、そういう、まあ、偽論文というか、いい加減の論文をたくさん書いたんです。それで論文の数を比較すると、タバコが危険だっていう論文と、タバコは体にいいっていう論文がほぼ半々になっちゃったんですよ。で、それでさすがに裁判所は、それは全部タバコ会社の論文だから、考えに入れないってことにして、タバコが危ないと。で、最高裁判例が出て、タバコ会社はついに諦めて、で、膨大な何億ドルかな、なんか流行って和解したんですよ。で、今は禁煙運動っていうのはアメリカでは徹底してます。日本でも、もうまさに厚生労働省もアメリカであんなに禁煙してる、オリンピックもあるし、国際集中に禁煙しなきゃと言っている状態ですから、僕は子供の頃はですね、タバコを吸うなんていうのは悪いことじゃない、ちっともなくて、山でもいればタバコを吸うっていうのは当たり前で、僕はまあ吸わなくてよかったんですけど、休みのために1本立てるって、1本立てるってよかった、タバコを1本吸うと、お前も吸えって吸わされたことありますけど、僕はあまり合わなかった、むせちゃったってやめたんです。まあ、タバコを吸う癖がなくてよかったです。だから僕は禁煙っていうのは経験したないです。それから、まあ、こういうことはあんまり言いたくないんですけど、実は発達障害のことを全部喋ると時間がないんですけれども、発達障害のことをかなり詳しく書いている本に、発達障害の今って、高台写真集ですからどっかで手に入っても、杉山先生っていう方、その方が結構詳しく書いてて、養育期のトラブルのことは虐待とかデミレットとかテリオルとかいろいろ書いてます。それからもっとまあ厄介なっていうか、母体や新生児乳生児の感染症とか、感染による炎症反応とか、今はアトピーとか何かとも関係してます。から今ではマイクログリアとかいろいろ免疫系の関与が重要になってますね。ですから農薬でもそうなんですけど、化学物質過敏症になりやすいんです。ですから農薬をまいてるかどうかっていうことは、その方が行くと何かここはおかしいから農薬まいたってことが分かるぐらい鋭敏です。で一概全部言えますけど、遺伝じゃないと、環境が原因で分かれば治療と回復とか有効が可能なんです。これは総合医学会の書いてありますけど、今のやつは治療でキュアすればいい、だけど
予防はほとんど考えてないということが書いてあります。聴力士を見れば異常と整形っていうのに至った整形っていうのにちゃんと沼田先生が書いてらっしゃる。あそこよくあれは大変いい文です。非常に2ページですけど中身の濃い文です。ですから日本の医学の欠点みたいなものがはっきり書いてある。歴史的にも日本の科学っていっても所詮はっきり言ってヨーロッパの輸入品ですから、ああいうことになるのは仕方がないんですけど、ですからどうしてもアルツハイマーは治療すべきだっていう人はいるんですけど、アルツハイマーの予防が大事だっていう人は非常に少ないです。発達障害も治療すればいいんだろうっていうけど、ほとんど治るか治らないか難しい問題ですね。アルツハイマーもそうです。で、アルツハイマーが治らないっていうのを隠すためにどうやったかっていうと、認知症っていう言葉を使っちゃった。で、アルツハイマー病の初期は軽度の認知症なんです。で、軽度の認知症だと症状が上下しますから、良くなったり悪くなったりします。で、良くなった時、アルツハイマー病が治ったと報告しちゃう。元々の人は怒っちゃって、アルツハイマー病なんか治るわけないから、あれは嘘だって言ってる人はいるけど、でも認知症が治ったって言えば、そんな嘘はついてないわけです。発達障害もちょっと似た面があります。次お願いします。で、これは絶対皆さんに見ていただきたいやつなんです。これは偶然見つけたんです。発達障害と原因の本を書いたとき、ちょうど2012年ですね、私は結構論文をたくさん読むんです。普通の臨床の人はあんまり時間がないから読めないんですけど、研究者で私みたいに昔から読んでると英語の論文を一晩に10か20読めないっていうのは実は簡単なんです。で、コンピューターさえあれば今世界中の論文がほとんど読めます。ですからどんどん読んでたんです。本を書いてましたから、もちろん異形症っていう言葉で確認するとどんどん出てくる。その中の一つにこの人の名前は、ご存じないかおわけかもしれませんけど、自閉症の医学の専門家です。前のホルボンっていう有名な医学者がいます。日本に僕が呼んだことがありますけど、で、自閉症の初めて国際比較が出たんですね。どの国が自閉症がどのくらいになっているか。で、これは自閉症スペクトラムですから、自閉症と広汎性発達障害ってこんな難しい言葉になるしてるんですけど、これは自閉症の軽いものと思ってください。で、今では両方合わせて自閉症スペクトラムと言ってます。で、なんと韓国と日本が1、2を合わせてます。で、3番目にイギリスがついて、4番目にアメリカということになってます。これは医学調査ですから本当に正しいかどうかわからないです。でも大事な情報です。要するに実験動物を使って何が危ないっていう研究がどんどんできます。ところが人で本当に危ないのかっていうことを証明するのはなかなか難しいです。で、人のデータっていうのはだからそういう意味では無視ができる。で、これを調べた時に、じゃあ農薬の方も調べてみようって、ちょうど農薬危ないっていう感じで書いてた方なんで OECD のデータを見ました。そしたらなんと韓国と日本がやっぱり1位2位を当たって、次はイギリスで4番目が、要するに、ね、1位と2位と3位というより全部同じなんですよ。こういうのは確率論的に言うとほとんど絶対って言ってくらいありえないんです。ですから因果関係を去年国立の環境研の方が証明してくれたんで、因果関係も証明されたし、それから相関関係も証明されてっていうことになってますから、こういうデータを見ると、そうするとやっぱり農薬が危ない。私は実はこの前東京で話した時はこんなにはっきり農薬が危ないと言わなかったと思うんですけれども、去年環境研の方が実際マウスでネオニコティクロイド農薬をやると子供に発達障害が起こったという論文が出ましたから、もうはっきり言わないとダメな時に来てるかなと思います。まだ現代医学界では出てきませんけど、科学っていう雑誌はなんとなく現代医学に少し批判的な雑誌ですから取り上げてもらって創設を書いてます。で、今のところ全然反論がありません。
要するに僕の研究方法っていうのはもともとデータをちゃんと重視してそれを読んで書いてますから、あの現代科学をやってると反論できない。反論するとしたら、じゃあ反論の証拠は出せって言えばうんと黙っちゃう。まあまあ自分に都合のいいような話をしているようですけど、割合その辺は厳然としてます。要するにね、あのいろんなことを脳に関係していることを言う人がいるんですけど、引用文献を明示している人はほとんど少ないです。あのそれは大変難しいことで、自分でやってみて分かるんですけど、あれ確か400ぐらい書いて、いやちょっと一部か二部か誤りがあります。やっぱりね、引用番号と実物が違ってたり、なかなか難しいです。いや言うは安いんですけど、ちゃんと証拠を上げて本を書けよって言っても、実際自分でやってみるとなかなか難しい。まあそういうことになります。次お願いします。でどうして発達障害になるのかということは、あの なかなか厄介な問題です。要するに全体的に発達障害を見ると2つ以上の障害が併発している子どもも多いんです。で自閉症だけど ADHD でもある。これは現代医学ではコモビリティと言いますけど、それからさっき言いましたように知的障害まで増加した。これは私ショックでした。まあ全体的に、要するにあの頭のごく一部がおかしくなっているだけじゃなくて、2つ3つ4つおかしくなって、その限りその影響が例えば10いくつおかしくなると知的障害っていう形になるんだと大体読めます。ですからあの一般におのおの機能に対応している神経回路、シナプスがおかしくなるので、対応した機能のみが異常になる。他は低併発とか正常ですけど、正常、行動が正常だから見分けにくい。で、診断が難しいんです。だから僕はあの認知症のお医者さんを責める気はないです。非常に診断が難しくで、お医者さんによって答えられる、あの知ってる方に発達障害の方がいる方が多いと思いますので、相談を受ける方もあると思います。要するに一人 の、まあ、特に児童精神科のお医者さん以外の方の診断は、まあ、なかなか難しいですね。あの専門家に見ていただいた方がいいと思います。次お願いします。でさっきの線引きの話ですけど、あの横軸に治療数、これあの0が0って書いてあるのは100です。で統計的にあの標準偏差が書いてあるで、低い方が問題になってるんですけど、どっちかっていえばで IQ70、皆さんの IQ 知りません、大体これ以上だと思います。でここに 線引きが引かれてて、これより下の人を医学的に知的障害と言います。ですから発達障害で IQ が70以下だったら知的発達障害だと言わないんです。これも変な話です。発達障害と知的障害が両方ある子は知的障害の方に入れられるし、で、あのそれより上の人は高機能自閉症って言って、さっき言ったアスペルガーとかなんかはこちらの方ですね、どっちかというと。まあ全部の方がそうじゃないんですけど、一部の優秀な方は IQ150 とか、まあ信じられないぐらいめちゃくちゃある。で、これはまあ。あのこういう構造になっていると困ったことが起こったのは実は東大の医学部です。あの皆さん知ってるかどうかわかりませんけど、これから理三に入ろうとするとものすごく勉強しなきゃ、まあ、僕は実は理事って言ってまだ理三が分かる前でしたから、医学部進学する人も同級生にいた。でその人と僕との違いは勉強するかしないです。私は全然勉強が大嫌いだったんで、あの山行ったり町取ったりしてて遊んでばっかりいました。でも医学部行く人はものすごく勉強して、その教養課程の平均点が一定程度以上になると医学部に行ける。だから昔は良かったって、まあ、医学部長の人が言ってましたけど、要するに勉強した人が医学部行けた。ところがね、理三になってからどんなことが起こった。理三に入っちゃえば要するにほとんど無条件で医学部行けちゃうんです。そうすると一番初めに起こったことは勉強しなくなった。で一番困ったのは医学部本体で、あのそれ以降なんか教育がうまくいかなかった。あ、皆さんもあのいろいろ教育の経験があると思いますけど、基礎知識がない人が生徒にいるととってもやりにくいですよね。であのここでも私はあの全部の方に分かるように話す能力がないですから、あの本書いたりそういうあの
PDF を見てくださいって言ったり、細かい話は話せないんです。話しにくい。だけど医学部では一定程度の水準を講義をしないと臨床の医者が成り立たない。もう時間がないですから過ぎますと。そうすると医学部の時に面接試験を入れて、それもよ僕の知り合いが医学講師をやってた時は医学部の改革をやったんです。で前倒し授業っていう医学部の基礎知識を教養課程でやるようにしたんですよ。で理算の必須化で実はこれもまた医学っていうか理科学の変な規定なんですけど、皆さんは信じないと思いますけど、うちの大学ってのは変な大学で、理学部に動物学科、他の大学では生物学科ですけど、あるんですけど、医学部の、理学部の動物学科は、無脊椎動物をやる。それで、ラットとかマウスとか、猿とか人は、医学部がやるってことになってた。なってたっていうか、なんか変な慣習ですね。合理性が全く。機能はほとんど共通なのに、そういう分け方をした。で今の教養 の, 教養あの生物学の教授の人は無脊椎動物の勉強したくてことがありませんから、人のことは全然わからない。僕に電話かかってきて、黒田さん抗議してよって言われて、仕方がないから来ましたけど、抗議した時何が起こったかっていうと、あと5分ですから、バカ話で終わらせてください。でここに、前に5、6人熱心な人はいました。だけどみんな後ろでだべってますよ。で僕は学生時代はいくつか知ってますから、よく分かってたから、一番後ろから動くし、先生だけなんですよ。黒板使わないで講義するって言われて、そういうバカ話も多いんですけれども、今の科学っていうのはやっぱり統合医学会っていう学会が必要なほどっていう言い方は悪いかもしれませんけども、やっぱり少しおかしくなってます。財の部分が多すぎて、もう日本の将来の社会がガタガタすることが見え見えです。だって今 10% 少子化が起こってて、それも止めようがないでしょ。生殖の問題は実はそれなりの複雑なんで、堤先生って言って、それこそ昔の時代 の皇室の主治医をしてた産婦人科のお医者さんが環境生殖学っていう本を書いてる、それこそ科学の論文の引用文献出てます。要するに少子化のところに書きましたけど、あれも環境科学とかいろいろ関係してたのもあります。でもやっぱり日本がおかしくなりつつあります。ですから食べ物、要するに空中散布の話がありますけれども、摂取量を見ると食べ物からが多いです。やっぱり農薬入りの食べ物っていうのは無農薬が結構高いんで、どっちかっていうとお金に厳しい方は買えないんです。そうすると仕方なく農薬入りの野菜を使ってます。ですからさっき青葉ジュースがいいとかよく分かってましたけど、ご自分で栽培した野菜で無農薬と分かっているものでやってください。ただ食べ物はとっても重要です。次はどうもありがとうございます。先生ありがとうございました。農薬が脳に与える恐ろしさを改めて学ばせていただき、より良い食生活をとることの大切さが身にしみて感じられました。続きまして特別発表です。